どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、九州沖縄ブロックの2020年度、問い61から問い70までの過去問について解説していきます。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。今回ここからですね、第3章入ってきましたね。いやー、来ましたね。いやー、大変だと思うんですけど、皆さんね、成分名。登録販売者になったらいろいろ見ていきますから、ぜひぜひですね、今のうち少しずつ慣れていただきたいなと思いますし、これもですね、皆さん勉強本当に頑張ったらいいこといろいろありますからね、頑張っていきましょうね。はい、それでは行きましょう。問い61番です。風邪薬に配合される成分及びその期待される主な作用の関係について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。あ、カルビノキサミン、マルイン酸塩。そして、これは抗ヒスタミン成分ですよというところでいいと思うんですけど、それから E、ブロムヘキシン、殺菌という働きはありません。ブロムヘキシンに関しては、これは巨炭成分なので、炭を、取り除く働きがあります。それから、ウ、チペピジンなんですが、これ解熱鎮痛成分ではないので、こちら、鎮外成分になります。ということで、このあたり、チペビジンに関しては、これは非麻薬性の鎮外成分になりますから、まあ、このようなところですね、ぜひぜひ、忘れないようにしっかりと押さえていきましょう。特にこのような、その成分とその主な作用とか主な目的というような問題はですね、よく出題されますので、一番最初の、これ、一番最初ですからね、これね。なので、ここで出花がくじかれますと、後々ちょっとこう、心にね、影響出てきますから、しっかりとですね、風邪薬のところは、勉強しておいていただきたいなと思います。では、ということで答えは2番が正解となりました。はい、では今度は問い62番です。次の表はある風邪薬に含まれている成分の一覧であるということで、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさいということです。答えは1番が正解です。このような問題もですね、よく全国的に出題されるんですよ。そしてうわー出てきたみたいな感じになるんですけど、確かに成分名いっぱい書いてあるので、うわーってなっちゃうんですけど、びっくりしないでください。その下に書いてあるところはですね、ぜひぜひ、こう、上の文脈があまりなくてもですね、読み取れる問題も多いので、こうなんか変なアレルギー出ないようにね、頑張っていただきたいと思います。ということで、こちら、あ、E は正解。そして、うなんですけど、ヘスペリジンは疲労回復作用のあるビタミン B1 でありということで、確かにビタミン B1 は疲労回復作用があるんですが、それはヘスペリジンではございません。そうなんですよ。で、痰の排出を容易にする作用を示しますよということで、それ違うんですね。ヘスペリジンというのは、まあ、あんまりこう、使わないです。ビタミン P とも呼ばれてます。あんまり使わないです。まあ、それは覚えなくていいんですけど、なので、じゃあそのヘスペリジンというのは、これは、ビタミン用物質と呼ばれるものになりまして、粘膜の健康とかをですね、こう、維持とか回復したりとか、そういう働きがあります。それからあとは、ビタミン C の吸収を助けてくれるような役目がありますので、なので、特にこう、みかんとかの、みかん由来とかね、そういったみかんの中にヘスペリジンとか結構入ってたりしますので、なので、こう、ビタミン C の吸収をね、助けてくれる、そんなような役目がありますから、ヘスペリジン、ここ、ビタミン B1 じゃないんだなというところですね。ちなみにビタミン B1、これ大丈夫ですか？ビタミン B1 は、そう！シアミンですよね。そうなんですよ。というようなところでは間違えないようにしておきましょう。ということで、うは誤り。そして、えなんですが、風邪薬は細菌やウイルスの増殖を抑えたり、体内から取り除いたりする、取り除く働き、風邪薬は、細菌やウイルスを殺す働きはありません。あくまでも、諸症状、風邪の諸症状ですね。鼻水が出たりとか、咳が出たりとか、そういったものを抑えていく、対処療法となっておりますので、こちら、増殖を抑えたりとか、取り除くとか、そういう働きはありませんから、は誤りとなります。ということで、1番が正解でした。では次行きましょう。今度は問い63番です。解熱鎮痛薬に含まれる成分に関する以下の記述のうち、正しいものを一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。1番、アスピリンは他の解熱鎮痛成分と比較して胃腸障害を起こしにくいではなく起こしやすいですということで、1番誤り。それから2番、サダピリンはピリン系の解熱鎮痛成分でありピリンシンと呼ばれるアレルギー症状をもたらすことがあるよ。ピリン系は確かにピリンシンが出てきます。ただアスピリン、ごめんなさいね、サダピリンは確かにピリンとついてるんですけど違いましたよね。サダピリンはサリチル酸系です。そうなんですよ。アスピリンとかサダピリンとか
サリチルアミドとかエテンザミドとか、そういったところが、サリチル酸系でしたよね。そう。なので、そのピリン系と呼ばれるものは、こちら、イソプロピルアンチピリンがピリン系でしたね。そうなんですよ。というところで、ここよく引っ掛けるような問題ですので、間違えないようにしてあげてくださいね。ということで、今度は次行きましょう。今度は3番。アスピリン、カフェイン、エテンザミドの組み合わせは、それぞれの、頭文字から、AC 処方、エース処方と呼ばれますよ、とあるんですけど、これも違います。何かというと、確かにアスピリンの A のような気がするんですけど、そうではなく、アスピリンの A ではなく、アセトアミノフェンの A になりますから、なので、ここは違っております。ということで答えは、4番が正しいものとなりました。では次行きましょう。問い64番です。コレステロールに関する以下の記述の整合について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。あについては、脂質異常症とは、何ですかね。これ、医療機関で測定する検査値として、低密度リポタンパク質 LDL が40g/dL以上、そして高密度リポタンパク質 140mg/dL 未満、そして、中性脂肪が、180mg/dL 以上とあるんですけど、いやこれはですね、なんかいろいろ違いますよね。ですね、まずこれはですね、どうしようかな。低密度リポタンパク質に関しては、これは、140mg/dL 以上ですよね。そう。そして、高密度リポタンパク質に関しては、40mg/dL 未満、そして、中性脂肪が 150mg/dL 以上のいずれかに当てはまるものをですね、脂質異常症という形で診断していきますから、なので、ここもですね、間違えないようにしといてあげてくださいね。ちょっともう一度まとめますと、LDL、ちょっとごめんなさいね、ちっちゃくて。それから、HDL。それから、中性脂肪ですね。中性脂肪。ごめんなさいね。中性脂肪。に関しては、それぞれいいですか？ LDL に関しては、140、ちょっとその後は、ちょっとミリグラムデシリ、パーデシリとかちょっと飛ばしますよ。140以上ですね。それから、HDL に関しては、40未満。未満。それから、中性脂肪は150。ミリグラムパーデシリットル以上という形になりますから、ここのところよく引っかかりますので、間違いないようにしてあげてくださいね。よろしいですか。はい、ということで、あと、いずれかというところで、まあ、これすべてに当てはまるとか引っかけてくることもありますので、最後までね、ちゃんと、見逃さないように見といてあげてくださいね。ということで、あは誤り、それから、いは正解、そして、う、なんですけど、コレステロールの酸性及び代謝は主として脾臓で行われるよーとあるんですけど、脾臓ではなく、これは肝臓で行われています。ちょっとごめんなさいね、ここに書かせてもらいます。肝臓で行われています。なので、ここ脾臓ではありません。うは誤りです。そして、パンテチンはコレステロールからの、過酸化脂質の生成を抑えるほか、末梢血管における血行を促進する作用があるということで、血行促進、それから、過酸化脂質の生成を抑えるということは、抗酸化作用があり、そして、血行促進作用があるって言ったら、これはビタミン、ちょっとごめんなさいね、ここに書きますね。ビタミン E の記述になっちゃいますから、なのでパンテチンではございません。ということで、絵は誤り。なので答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い65番です。カフェインに関する以下の記述について、括弧内いびき軸の正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。はい、ということで、こちら200と500、ここもよく間違えるポイントになりますので、しっかりとですね、確認していただきたいなと思います。ということで、こちら
いいですかね、他の数字、なんかこれっぽいなーとかってならないようにしといていただきたいと思うので、200、500ですね。1回摂取量が200、1日摂取量が500という上限が決まってますので、ぜひぜひ間違いないようにしていきましょう。では、次行きましょう。問い66番です。眠気を流す薬及びその配合成分に関する以下の記述の整合について、正しい組み合わせを下から1つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。まず、あ、はいいですよね。それから E については、生薬成分のみからなる鎮静薬は作用が緩和のため、複数の鎮静薬を併用すること、いやーダメです、これ。ね、複数のものを使ってしまうと、なんかよからぬ副作用出ちゃったりとかすることもありますので、E は誤り。それから U、カノコソウは、アカネ科のカノコソウのとあるんですけど、これさらっと読んじゃうとね、ああ、そうかもしれないと思っちゃうんですが、カノコソウはですね、オミナエシカの科のこそなんですよ。いや、難しいですよね。まあそうなんだなと思って、これ覚えていただきたいと思うんですけど、そして、根茎または根を使っていきますから、まあそんなところもですね、最後まで見落とさずに見といてあげてください。ということで、こちら、うは誤りとなります。はい、そして絵は正解なので答えは3番が正解でした。では次行きましょう。問い67番です。以下の風邪薬の症状の緩和に用いられる漢方処方製剤のうち、抗生生薬として肝臓及び麻黄の両方を含むものを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。肝臓に関しては、漢方薬の約7割ぐらいには、肝臓が入ってますから、じゃあ残りの3割の肝臓を含まないものとかをぜひ覚えていただきたいんですけど、で、基本的に今回出て、ここに出ている1番から5番に関しては、すべて肝臓を含んでます。そう、すべて肝臓を含んでるんですよ。じゃあ、その肝臓ではなく、麻黄を含むのはどれなのか、というところなんですね。ということで、麻黄を含むのは小生流湯のみになっちゃうんですね。で、麻黄というのは比較的こう、風邪薬のところで麻黄がね、使われてるのが出てくるんですけど、風邪薬とか、あとは、鎮外拠炭薬とかそういったところの分野とかで、あとは解熱鎮痛薬とかそういったところの分野ですね、風邪関係の分野のところでよく出てくるんですけど、で、麻黄に関しては、気管支拡張作用がありますよね。そう。なぜかというと、交感神経を興奮させる、エフェドリンが主成分として入ってたりするじゃないですか。そうなんですよ。だから、気管支拡張作用があるんだな、というところだったりとか、あとは麻黄とかはですね、こう、まあ、その他にもいろんな働きがあるので、ぜひぜひね、まあ、一番やっぱりその気管支拡張というところで、ああ、風邪に使うのかもしれないというようなところで、ぜひぜひ押さえておいていただくと良いかと思います。ということで答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い68番です。胃腸鎮痛鎮経薬に関する以下の記述の整合について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。ということで、こちら答えは5番が正解となります。5番が正解ですね。まず、あ、ジサイクロミンはということで、ジサイクロミンって何だったっけなということで、交感神経の伝達物質であるノルアドレナリンの受容体の反応を促進することで、消化管の運動や胃液の分泌を抑えますよとあるんですけど、ん?というところなんですね。これはですね、ジサイクロミンはまずはこちら書いてありますように、抗コリン成分なんですよ。そうなんですよ。で、その抗コリン成分なので、抗コリン成分というのは副交感神経抑制ですよね。そう。だから、交感神経の伝達物質であるノルアドレナリンとは関係ないんですよ。副交感神経を抑制することによって、副交感神経の神経伝達物質っていうのは、そう、アセチルコリンですよね。なので、ここのところもですね、ポイントになりますので、ノルアドレナリンじゃなくて、アセチルコリンのところの働きを抑えていくんだなっていうのが、抗コリン成分、副交感神経を抑制していく抗コリン成分になりますから、ここのところ、まずですね、いろんなところで引っ掛けてきておりますので、間違いないようにしておきましょう。それから、E について、パパベリンなんですが、消化管の平滑期に直接働いて、胃腸の痙攣を鎮める作用のを示すほか、胃液分泌を抑える作用もありますよというところで、前半戦は合ってんですよ、パパベリン。そうなんですよ。平滑筋に直接働いて、とね、というところは合ってます。ただ、後半が違います。胃液分泌を抑える作用もありますよとあるんですけど、そこは違うんですね。胃液分泌を抑える作用はありません。そうなんですよ。だから、これ、胃は誤りなんですね。
はい、それからウ、オキセサゼインは眼圧を上昇させる作用を示すことが知られており、緑内障の診断を受けた人では症状の悪化を招く恐れがあるのでということで、ここ、眼圧を上昇させる作用があることが知られているのは、例えば抗コリン成分とかがそうですよね。でも、今回、まあそうですね、まあ抗コリン成分とかもそうですし、あとはその上に書いてあったあのパパベリン、これも眼圧を上昇させる作用があるので、特にね、あの気をつけてほしい。なのでパパベリンは抗コリン成分じゃないですよ。抗コリン成分ではないんですけど、眼圧を上昇させる働きがあるので、そういったところの引っ掛け問題もよく出てきますので、必ず確認しておいてあげてください。ということで、いは誤り、それからう、いやいやごめんなさい、いいじゃない、うが誤りでしたね。はい、そしてえについては正解なので、答えは5番が正解となります。では次行きましょう。問い69番です。鎮運薬に配合される成分に関する以下の記述の成分について正しい組み合わせを下から一つ選びなさい、ということで、こちら答えは3番が正解となります。あーは正解、それからイ、スコポラミンは、乗り物酔い防止に古くから用いられる抗コリン成分であり、消化管から吸収されにくくとあるんですけど、これ消化管から吸収されやすいです。そして他の抗コリン成分と比べて脳内に移行しにくいとされるとあるんですけど、しやすくなります。いいですか、これ2箇所違いますので、消化管が吸収されやすくなり、脳内に、移行しやすくなりますから、2箇所のところが違っておりますので、ここ、気をつけておきましょう。ということで、いは誤り、それからう、ジメンヒドリナートは脳に軽い興奮を、起こさせて、平衡感覚の混乱による、めまいを軽減させる働きがありますよというところなんですけど、脳に軽い興奮を起こさせてというところでは、これは、キサンチン系の記述になります。キサンチン系ですね、書くとこないな、ここでいいかな。キサンチン系です。キサンチン系ですね、の記述になりますので、なので、ここのところ違います。ちなみに、ジメンヒドリナートに関してはですね、あ、書いてないですね。ジメンヒドリナートに関しては、延髄の応答中枢を刺激していきます。そうなんですよ。なので、あとはですね、内耳の前庭神経、そこにおけるですね、自律神経反射を抑えてくれるような働きもありますので、ぜひぜひ、ジメンヒドリナートのところですね、もう一度、確認しておいていただきたいなと思います。ということで、うは誤り。そして絵は正解なので、答えは3番が正解となります。はい、ということで、ここまで大丈夫だったでしょうか。では最後ですね、行きましょう。問い70です。鎮外巨炭薬に配合される成分に関する以下の記述の成分について正しい組み合わせを下から一つ選びなさい、ということで、こちら答えは2番が正解となります。あー、いいは正解、それからうは、ノスカピンです。ノスカピンについては、これはですね、こちらに書いてあるように、非麻薬性の鎮外成分なんですよ。非麻薬性の鎮外成分です。いいですか？なので、こちら、モルヒネと同じ、基本構造を持ちとかっていうのは、これはコデインの麻薬性の、鎮外成分の記述になっちゃいますよね。だから、ノスカピンは非麻薬性なので、気をつけてあげてください。で、なので、うは誤り。そして、えについても、ジヒドロコデイン、このコデインが、麻薬性の鎮外成分ですよね。そして、胃腸の運動を更新させる作用を示し、副作用として下痢が現れるよっていうところなんですけど、これは胃腸の運動を低下させることによって副作用として便秘が現れてきますので、逆の反応になっちゃいますから、ここ必ず確認しておいてあげてください。ということで、絵は誤りなので、答えは2番が正解という形になりました。ということで、ここまでどうだったでしょうか。結構長めにお話をさせていただいたつもりなんですけど、ぜひぜひ、間違えたところをですね、もう一度、テキスト参考書など、あともう一回手引きなども確認していただきながらですね、しっかりと復習していただきたいと思いますので、皆さん、頑張りましょうね。もう少しで。ね、試験になってもう少しで終わると思いますから、この動画ね、どのタイミングで見ていただいているかわからないんですけど、皆さんぜひぜひ、諦めずに頑張っていきましょう。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、 LINE などに登録していただきますと、質問などお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。ということで、本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。